皆さんどうもこんにちは、ダイタラです。ペーパーマリオスーパーシール始めまりをやりましょうかね。さてさてさて、なんかニコニコやな君。もうシールフェスタの復活は現実となりつつあります。シールフェスタ万歳、イエイイエイイエイ。ちょ待ってて叩いてごめんね。はい、じゃあシールフェスタの会場ちょっと見に行きましょうか。もうどれぐらい復活したんだろうね。ショーが進むごとにね、結構戻ってるけど、もう完璧やんこれ。もう 100% 治ってるやん。はい、笑顔でいらっしゃいませー、いらっしゃいませー。もう練習してるやん、めちゃくちゃ。これ接客練習だよな、この人ら。まあ笑顔笑顔、叩かれても笑顔。スーパーフラグいっぱい立ててください。あ、これね、フラグどれぐらいまで、ちょっと待って見るか。お、3つ揃った回数29回、もうちょっとやな。これはエクセレント公開1000回、まだまだやな。ファーゲットボーナス回数221回、まだまだやな。これも、うん、シールショップで1万コイン使う、無理やな。これもライトの角度もバッチリだ。めっちゃなんかパフォーマンスしてる君ら。シールコメントになったつもりで夜空から、はい、やってくる。フェスタの余興で披露するコメットダンスです。コメットダンスとかあるんだ。コメットコメット、うおー、コメット元気やな。5678、もう一度。はい、ここピーチ姫の立ち位置です。ピーチちゃんがそこにいるんやな。ここはステージがよく見えるので場所取りは早い者勝ちです。もう立ってんの？早くない？ねえ、とりあえずいろんなシールが貼ってるね、この辺。やっぱキラキラジャンプシール、あ、フラグできてる。コメントのかけら全部集める。あと1個、秘密とはあと1個。マジ？世界中のシール集める。あとちょっと、これ体力アップ全部集めたよっていう。はい、やった、ついにフラグ1個立ったよ。これはマリオ船長、私もシールフェスタ参加しますよ。あー、船の人がこの人多分。もうシールショップで呼び込みしてる場合じゃありませんよーっていう。めっちゃ人いる。うおー、シールフェスタドキドキするね。いや、シールフェスタワクワクしますね。ドキワクね、ドキワク。はい、もうじっとしてられません。めっちゃ座っとるで君は。もうこのベンチはフェスタ当日遠くから来られるお客さんがお書きになるそうですよって。俺がね、座っとこうかな。世界は広い、こんな熱い木の人たちがこんないるなんてな。キノコくんいっぱいあるわ。頑張った甲斐があってここまで復活しました。もういいやんこれ。もう始めよう。だってもうあと人が来たら完成だよねこれ、正直言って。すごいね、ようやったわキノコくんたち、お疲れ様。あと俺がピーチ姫を救ってきたら解決だよね。ちょっと待っててな、ピーチ姫解決まで。さあちょっとこの中入ってみましょう。ここなんかあるらしいんだけど、何があるのここ。こんにちは。さあここが、おっと、ここキノコくんがめっちゃいた家ですね。新聞が読める。人ミステリー、湯煙に消えたエル、ルイジ、ゴツゴツロードの知る人ぞ知る名湯、天然温泉グラグラの湯で緑の人が目撃された、ルイなんとかさん。なんと彼は温泉に入っている時も帽子を深くかぶっており、そこにはエルと書かれていたという。またサリアのその顔は緑ではなく真っ赤で汗びっしょりだったという情報もある。お風呂入ってたね。グラグラの湯は温度が高いため髪の入りすぎは注意が必要であるよって。過去の記事読みますか。見たことない。クリボーの砦に謎の緑の人を、これルイシ見つけるために読めるやつやな。クリボーたちのアジトと知られるクリボー砦の城壁で謎の緑の人が目撃された。目撃したクリボーの証言、とにかく全身が緑で、そうだな、すげえ弱そうだった。もっとも弱いクリボーに弱そうと言われてしまう緑の人、果たしてこれは真実が、本当に緑の人はいるんだろうか。いないかも。怪奇、窓から緑の顔がーって怖い。嘘だろ、緑がいたの。カラカラスタジアムそびえ立つと、その窓に謎の緑の顔が見えたという情報を追った。その緑の顔は近くにいた兵法が奏でるギターにうっとり聞き惚れてたというね、ソンブレロさんね。しかしそれはただ居眠りをしていただけという説もあり、以前真実は謎に包まれている。ルイジめっちゃ人気やん。荒波海岸に緑の人形現る。その人形は緑の帽子を深くかぶり、人目を避けるようにして岩場にひっそり佇んでたらしいっていうね。人魚というと女性を思い浮かべるが、この人魚なんとその顔にヒゲを蓄えてたという。例の緑の人との関連性があるかもしれない、謎が深まるばかりある。だってまだあるよ、リフトに乗った緑の人。営業を再開したホワイトバレーリフトに緑の人が乗ってたという目撃情報があった。寒いところは苦手らしく、歯をカチカチと激しく鳴らしながら泣きそうな顔で一人下っていったそうである。そんな寒いなら家でおとなしくしていればよいものを、彼は一体どこへ向かおうとしてるのだろうか。
いや、ルイージいたんだよ。手伝ってくれよ、マリオの冒険。ほんと。さあ、そんなね、ルイージを見つけるために実は新聞が読めたらしいんですけどね、読んでませんでしたので、まとめて読ませていただきました。この後だね、情報ありがとうございます。さて、それでは今からね、ワールド6に行きましょうか。ね、事前にやることいっぱいやっちゃったね。さて、ついに来たか。ゲートクリフ。行ってみましょうか。ゲート。え？何？船で来たけど、開いてないの？ここ。どうすんのこれ。ん？ Oh my god！ あら、ここは岩壁で行き止まりね。え？行き止まりなの？普通にここって。出てきたマリオ。ん？マリオ！集めたロイヤルシールから強いパワーを感じるわ！何が起きてるのかしら？アルバム見てみて。え？なんか光ってるよ、ロイヤルシール。え？なんだ？あ！なんか、張り付いてる！ロイヤルシールを触るたびに、エネルギーが、岩壁に、なになになに？ぶっ壊してくれんの？うわ！え？ペパルパシールペパルシシルシ。これあれだ、あの本にあったやつだ。ロイヤルシール、収まりし時、5つの光、壁と壁を灯し、真実はめくれ暴かれる。5つの光、真実はめくれ暴かれる。あの屋敷の方に書かれてた古代のシール語はこのこと。マリオ、真実をめくって暴くのよ。ペパライズするか。行くぞ。剥がせんのこれ。うれい。裏返す。あ、見つけちゃった。ペパライズできた。どういうこと？アドバイス聞きたい。うん、どういうことこれ。ロイヤルシールが5枚集まったけど、どこ行けばいいのかしら。まだ解決してない場所よって。いや、もうここや。ここや、ルーシー。バカにしとんか。さあ、隠れクッパ城。クッパの城はこんなとこにあったんだ。マジかよ。こんなとこ隠れてたんか、やつは。わわ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 わ、クッパの城が浮かび上がってる。雷に打たれて壊れんで。ちょ、どこ行くで、待ちなさい。どこ行くの、あなた。ちょっと登ってったで。クッパの顔、今のがまさしくクッパ城ね。最後のロイヤルシールはあそこよ。いよいよ決戦の時が来たわね。はい、クッパ城行くわよって出ていくん。はい、行くわと思ったけど、雲の上逃げられちゃったんだよね。さすがに私も空の上を空を飛ぶことなんてできないわ。マーリオ、あなた空飛べる友達とかいないの？いません。パタパタ？パタパタ？空飛べる友達とかおらんよ。キュール、ウェイ、レッツゴー。マリオ、レッツゴー。どうしようこれ。一旦帰るか。各ワールド巡るか、とりあえず。友達探しに行こう。でも、友達と、待って、過去のボスとかで飛んでたやついたっけ？ゲッソーに、サンボに、雪像に、飛んだやついないよな、ボスパックンにクリボーだもん。ちょ、ラベルダウン一回行こう。困った、これは。マリオさんお帰り、お疲れ様でーす。PG メンまだいないよ。どうしようこれ。ラベルンタウン、アドバイス聞きたいわ。クッパ城は雲の上を誰か一通り連れてってくれないかしら。誰だ、誰が連れててくれんだよ。本当です。森の方の空に何か動く物影が見えたんです。あれはパタパタのクリボのようなも小物じゃありませんよ。森？森行くのこれ。これは、あれだもんね。なんか異常報聞けたね、今。森に行けっていう。森で飛んでるやつがいる。よくわかんねえな。よし。ちょっと見に行ってみましょうか。森の中へ、レッツゴー。まあ、森といえば花ちゃんぐらいだよね、まず。花ちゃんに話聞きに行こうか、とりあえず。はい。でってってん。でも今、今回ね、ハイヒールとかさ、使ってなかったからね、復活してないんだよね。ハイヒールラジカセ。残念。あれ？花ちゃん、いなくなってる。いつもここでくつろいでんのに。どこ行ったんだ、花ちゃん。花ちゃん、ベッドにもいないな。屋上か、花ちゃんいるのって。困ったな、花ちゃん。花ちゃん、会いに来たよ。ん？なんかイベント。いないじゃん、花ちゃん。
花ちゃん留守かしら。どこいたんだ。マリオさん、ルーシーさん、お疲れ様でーす。え、花ちゃん飛んでる。なんで怖い。どうです、ご覧ください。お腹いっぱい葉っぱ食べたら大人になりました。花ちゃんで大人、長女なんの。あら花ちゃんさん、すっかり見違えたわ。花ちゃんちゃんじゃなくなった。それがあなたの本当の姿なのね。なかなか素敵よ。そしてその背中はもしかして。はい、お察しの通りです。自分でも驚いてます。まさか空飛べるようになるなんて思ってもいませんでした。人生わかんないものですね。マジで言ってんの花ちゃん。やったマリオ、ゲートフリーフの上空まで乗せてもらいましょうよ。ねえ花ちゃん、花ちゃんさん、お願いしていい。もちろん安いご用ですよ。私はお二人に助けていただいたおかげで大人になることができたんです。その恩返しができるなんて本望です。こちらこそお願いします。エスコートさせてください。あーら花ちゃんさん、すっかり大人ね。ありがとね。じゃあお言葉に甘えてお願いすればよろしく。え、花ちゃんどうすんの、連れててくれんの。はい、お願いします。ゲートグリフ行きますよ。あー、お願いします。え、大丈夫かな、俺準備してないわ。花ちゃんの頭につかまりレッツゴー。どこ行くねー。うわー、空突き抜け、空じゃね、森突き抜けだよ。空の旅。うわ、怖い怖い怖い、めっちゃ揺れる揺れる。あー、懐かしいですね。あの時もこうやってお二人乗せて毒の島まで行きましたね。花ちゃん一緒に戦えへんか、クッパを倒せると思うで、君やったらでかいし。花ちゃんさん懐かしいって、それついこの前の話よ。そうでしたね、幼少の頃の思い出はずいぶん前のような気がして して。それでは行きますよ。マジ大人になってんじゃんこいつ、花ちゃんさん、面白。さあ花ちゃんさんの、ね、背中に乗り、私はやってきたんだぜいって。はい、うわー、なんだ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 ん、だだだだだん。さあ雲の上に出ましたよ。そろそろクッパ城が見えてくるはずですよっていう。なんだ、いやー、マグマブブポポイントはマグナムキラー。危ない、避けて花ちゃんさん。何か飛んできました、危険です、しっかり捕まえててください。何、うわー、戦艦来た。確かに BGM クッパ戦艦の BGM だ。まずい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 、花ちゃんさん逃げて、手法待ってたぞマリオ、またお前か、もういいよ君は。おいえい、マリオついにここまで来たな。いい加減やられっぱなしで、いい加減お父さんに怒られちゃったぞって言うんで、それ怒られるで。もうシールなんかどうでもいい、でこのコメントのかけらが欲しければ本気の僕を倒してみろよって。なんだこいつ、出たのに叩こう、こっちも本気を望むとこだわー。だってで、これで、あー、ここが始まるのか。まあ、とりあえずセーブしとこうか、ここで。はい、セーブ。花ちゃんさんね、どうなってるのか。さて、うわ、ブーってなって、プーだっけ、名前忘れちゃった、これ。ブーじゃなくて、プーじゃなくて、君は誰。ふん、なんか、めっちゃ微妙に似てる。プーだよね、プー、おならプーだよね、おならプー、おならプーってなんやね、こいつ。ちょっと使おうか、これ。はーい、はーい、下手くそー。どうしよう、プー結構体力あるな。プーめんどくさい、プー焼くか、とりあえず。えいえいえい、一人目当たらんけど攻撃、どうすんのあいつ。え、グーウスは、あいつら他のやつら生きてんの。ちょ、なんで生きてんの他のやつら。え、体力残ってんのこれ、もしかして君ら。あなたたちめんどくさいわ。えい、やーと、え、体力多いなこいつら。プーさん、はーい、プーさんなんだよ。おー、あ、一気に減った。ちょっとプーさんなんかアイテム持ってないか、そのスパナみたいなやつ、シールやないか。もうちょっと戦ってみようか。いや俺この引っ込んでる敵を倒す方法ないのかな。引っ込んでる敵、安いシール使ってみよう。安いシールと高いシールで行こうぜ。当たらない。え、強くねそれマジで。ほいほい、めちゃくちゃだよ1個。体力1体15あるね、高すぎないこいつら。プーさん、え、プーさんをさ、
一旦キル無理じゃん絶対こいつら。ラストステージにふさわしいうささだよこの敵。へへへへへふう。へへへへへふう。あ、いや出てこなかったか。ないのかなプーの武器って。ちょ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 開けてくれ。即行きましょうもうちょっと。さてうわ、秘密のドアだ。ちょっと待って、ドア俺持ってくの忘れちゃった。ちょっと君たち、お客様困りますわそれ。やっつけますわやっつけますわ。はい出たよ俺たち大好きなキラクリボ。みんな好きだよなキラクリボ。俺も大好きだぜ。行くぜ、しくったぜはいはいはい、オッケー。いやせクリボは普通にファイヤーで やっつけれんだろうな。そういやお金さすがにくれるな。やっぱいつものいつものブロス君ありがとう。おーいっぱいもらったで。ここなんかないか。よいしょ、ちょっとお金稼がせて。ちょ一旦帰ろうかこれで。このシールがさ、秘密のドア取りに帰ろう。帰れるかな。帰れなかったら俺は泣くけど、どうするね。ちょっとね、これも欲しいな。プープーやめろやめろ。プープー、その攻撃俺に効く。さてセンターまで来ました。こんにちは、帰れる、戻りますか帰れる。じゃあなジュディア、またなえ帰れんの、普通に普通に帰れたけど、なんだこれ。6の2、あ6の2、6の2扱いなんだここって。へえ、これ花ちゃん待っててもらっていいですか。あ待っててくれる、いい子だ。さてシール貼りましょうか。秘密のドアシールをペタペタ。よし、これが最後のものでは多分なさそうなんだけど、なんだろうね、これ最後の1個のドアだよね多分。これで世界すべてのねドアはオープンしたはずです。フラッグが立ったかな多分これで。中身はなんだこれ。え、ドーンドーンドーン、えめっちゃ微妙なアイテムやけど。ああああああ、メガキラジャンプだ。メガキラジャンプ持ってなかった、ちょうどいい。さて今日なんですけどね、実は戦艦ちょっと攻略ちょっと次回に回そうと思います。なんかね俺取り逃してたものがあるらしいんですよ。もうな、わかるかいなって話なんだけど、5の5で最後のものをね取り逃してたので、ちょっとそのもの取りに行きたいと思います。そのものが一体どこにあるのか皆さんわかりますか。そうです、この辺。おわかるかーいなにこれこれなに、チキンチキンお肉七面鳥。なんやこの最後のアイテムって、七面鳥やん。鳥や鳥、ありがとうな鳥帰るかこれ納品しに行こう。これが最後のものです。モノシール納品オールコンプリートです。これで今度はゲートクリフの方になんか飛んでくのが見えました。本当です。しかも頭の上に誰か乗ってましたよ。俺だ。あのキノコくん、いつももしかしたらヒント言ってたのかもしんないね。やっぱこういうゲームってね、なんか困ったらいろんな人に話を聞いたりとかね、街に帰ってなんか情報収集っていうのがね、やっぱ RPG ゲームならではって感じなんですよね。ほんとさあ、シッチの面のチョー。これ入り口のとこにあったからね、また使ってもいいかもね、取りに行って。よーし、次回が多分クッパジュニアとの戦いになるから、たくさんのものをね持って、もういじめいじめたいわけですよ僕は、やつをジュニアを泣かせたいわけですよ。待って、多分だけどもうみんな手回り、え次回で6の2攻略、次回でクリアあれ終わるでもいいんだこのシリーズ。まあ、完全クリアまでやるつもりなんでね、まあ、もうちょっと待ってね、フラッグ全部立てるから。はい、まあ、とりあえずアイテム貼りましょうか。さあまず1個目メガジャンプシール、バトルシールもう埋まったね。もうほんともうほぼ全部埋まったんじゃないかなね。ほらこの辺も全部埋まってる。さあ最後のモノシール、七の面の蝶貼りましょう。七面蝶、ダンサーとして数々のコンテストで優勝した今でもアンダーグラウンドなストリートでダンスバトルを挑み続けている。それが彼のダンサーとしての執念信念。食べると美味しい最後で台無しや。ヤギとかと同じってとこにあるってことはなんかバカ強いやつじゃん。ねえ、わあ、招き猫とかある、あるやつ。全体攻撃の強いやつかも、七面鳥。ねえ、次回使えたら使いたいね。よし。さあ、これで物コンプリートのはずです。
マリオさん、モノソーナー、モノシールのコーナー完成しました。記念として特別展示室がオープンですよ。え、ででで、やったー。何特別展示室って。あとバトルシールの2個だって。バトルシールね、でもね、あとね、残ってるのがさ、確か戦闘系だったと思うのよ。あ、ここ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 、ほら、バトルのところ。だからね、バトルの敵が誰か持ってると思うからね。俺今日プー戦ってたんだけどさ、プー落とさなかったからな。ちょ、次回またもうちょっとプー倒してみようね。ね、全然分からへん、残りが。さあ、とりあえずバトル、何、展示室だっけここって。何ここ。あ、これサントラや、最高や。ここシールのルシール、あ、めっちゃいいこれいっぱいビジュアル。ジュニアの曲くんだって。まあ、とりあえず皆さん、じゃあ今回ここまでにしましょうか。で、さあ、モノシールがついに全部コンプリートできました。俺の勝ち。で、さあ、残ってるバトルシールはあと2つ。そしてね、残ってるステージも多分あと2つかな。うん。まだね、フラッグのコンプリートまでは遠いんですけど、しっかりと次回も楽しく攻略していきたいと思いますので、引き続きよろしく。それでは、チャンネル登録したい方はチャンネル登録や高評価もよろしくね。またね、おつっぽいよ。バイバーイ。あつぽいよ。